B 内観の方。まず、与船観話の原文を示します。大秘伝区、若瀬三千弁道の上司進化逆上し、新進路をつからし、古内調和せざることあらんに、新旧薬の三つをもって、世を直せんと欲せば、立日花田平田倉と伝へども、長く救い冷えることあたわじ。我に、千人かえ誠の秘訣あり。が、 やからがら試みに背を修せよ。気候を見ること、運務を引いて公費を見るが試験。若しし費用を収むせんと欲せば、かつ楽工夫を、方下しはとをひねばなして、先すべからく熟睡一覚ますべし。気いまだ眠りにつかず目を合わせ、ざる以前に、向こう手、長く、両脚を、全部、務よく、踏みそろえ、一心の元気をして。 海鍛錬、腰足足心の間に、満たしめ、時々に士官をなすべし。我が志の木生み鍛腰足足心、そうに、ゼワが本来の面目、面目なんの美行かある。我が志の木生み鍛そうに、しれ、我が由心身の浄土、浄土なんの荘厳かある。我が志の木生み鍛そうに、ゼレワが君の身だ、身だなんの法をかとくと。 打ち返し打ち返し常に核のごとく妄想すべし妄想の効果つもらば一心の元気いつしか腰足やし心の間に充足してほ細かひさごしかたることいまだしの打ちせざる聞くの助見陰もに単に妄想し二十歳さて五日七日ないし三十七日を経たらむに従前の五石六手帰去老駅等の諸小こを払いて平与せずんば 老僧が頭を切り、二十歳され、死において諸士官気さくれして密に生を覚むす。おのおの、ことごとく、不思議の気候を見る。功の知足は、進む治の清楚によると、いえども、大半改善会す。おのおの内観の気候を称嘆して休まず。原文は難解なので、現代語訳を示します。そこで、内観の方だか、 それは次のごとときことである。座禅の修行をしている優れた人物がもし心臓の鼓動が激しくてのぼせ身も心も疲れ果て五つの内臓肺心肝肥腎の働きが調和しない場合にはこれを針や球や漢方薬で治療しようとしてもたとえ 伝説の中国の名医である花田平高・平ささぎ倉公を連れてきたとしても容易に治すことはできないだろう。私には千人の甲ま誠という秘宝がある。試しに実行してみたらどうだろうか。雲や霧が払われてまぶしく強烈な太陽を見るような不思議な効果があるだろう。もしこの秘宝を実践しようと思うならしばらくの間は。 禅の修行で頭を悩ますことはやめてまずよく睡眠をとってから目を覚まして行う必要があるまだ眠りにつかず目を閉じる前に長く両足を伸ばして強く踏みそろえ全身にこもる天地根源の木東洋医学的に表現した生命エネルギーのことで元気ともいう父母から受けた先天の元気と生まれた後に 周りの環境から影響を受けて自ら作り上げた好天の元気があるを、ほぞの下の下腹部、腰と足、足の裏と土踏まずに充満させて次のようにイメージするとよい。私自身の急見鍛錬、ほぞの下の下腹部、そして腰と足、足の裏の土踏まずは、のそのまますべてが私自身の本来の面目、本心ないし本性である。その面目、顔つき。 様様子子はいいかかなるるをしているか私自身の旧見丹田ほぞの下の下腹部はそのまますべてが唯心の浄土心こそが浄土であるその浄土はいかなる美しい情景なのであろうか私自身の旧見丹田ほぞの下の下腹部そのまますべてが君の身だ自分自身こそが阿弥陀如来であるその阿弥陀如来は いかかなるる説法をするのであろうか繰り返し常にこのように乾燥を繰り返し行っていると全身の気がいつしか腰足土踏まずの間に満ち足りてほぞの下の下腹部丹田の部分がひょのように張って力がみなぎりまだ篠のだけで叩いて柔らかくする前の蹴まりの菊のように硬くなるであろう。 このように、ひとえに、乾燥すなわち、瞑想によるイメージトレーニングを続けて、5日から7日の時を経過しても、今までの五臓六腑の木の滞りで起こる神経衰弱や肺病等の病気が徹底的に治らなかったら、この年老いた坊主である白隠れの首を切り取って持ち去りなさい。ここにおいて、皆の者は、喜んで礼拝して、それぞれに、 内観の法を精進して実践したところことごとく不思議な効果を表した効果の出具合に早い襲いはあったものの大半は改善会したのでみんなが内観の法の不思議な効果を称賛し続けたのであった内観の法は「夜船緩和」の全文に記載されています初めに出てくる進化逆上とは現代語風に言えば頭に血が昇る ないし頭に来るという表現になります。かえまことの秘宝とはどうかと呼ばれる人たちが行った不老不死の飛躍を作る方法を意味します。この秘宝は錬金術で東洋医学の奥義でありまた非常にいかがわしい話でもあります。2とは水銀から作り出した不老不死の戦略で癌の本造形漢方薬の古典で 最高の上薬とされトップに記載されています秦の始皇帝をはじめとする中国の歴代皇帝たちは競って不老不死の飛躍である二の製造法を知る仙人道夜を探し求め二を作らせたのですところが二を服用し不老不死を夢見た皇帝たちはほとんどが水銀化合物である 二の毒性のために中毒死するか寿命を縮めたという笑えない逸話が残っています。金、銀、水銀、鉛などの重金属はその普遍性のためそれを服用すれば不老不死になると誤解されたようです。本来の加江誠の秘宝はこのような危険なものですがここで白隠れ善治が言っている加江誠の秘宝はこのようなものではなくイメージで。 不老不死の二が自分自身の下腹部に宿って人間を不老不死にするという瞑想によるイメージトレーニングを行うものですつまり両足を長く伸ばして力を入れ元気をほから下腹腰や足足の裏まで充満させるようにイメージして次のことを強く何回も繰り返し心に思い浮かべなさいというのです我が子のきう鍛錬 腰足心、そうに、ゼワが本来の面目、メ目なんの美孔カール。我がしのきうみ鍛錬、うに、しれ、わがゆいしんの浄土、浄土なんの荘厳カール。我がしのきうみ鍛錬、うに、ゼレワが君の御田、御田なんの法をかとくと。本来の面目、ゆいしんの浄土、君の御田は、皆善の仏教用語でやや難解ですが。 要するに清味丹田を意識してこここそが本来の自分の姿で阿弥陀如来の浄土のように元晴れらエネルギーに満ちていると実感すればいいのです丹田を中心とした下半身に気を込めて力を入れ自分はもともと眼見で健康で偉大であると心の中でゆっくり念じそれを実感するような気持ちを持つことが大切です言葉も重要ですが 肝心なことは丹田に力強いエネルギーが充満した感じが自覚できるようになることが大切です。いくら我が急み丹田云々の言葉を長々と正確に言ってみても実感が伴いなわなければ何もならないのです。最後に白隠れ善児は内観の方を1週間くらい熱心に実行して何の効果も認められない時は。 白隠れの首を切っっってってて持行も良いと断言していますこのような大胆なことが言えるのは白隠れ禅治が自らの説く内観の法に絶対の自信を持っていたということではないかと思います。